変な足取り、ピエロのメイクにナース服姿の謎の男、彼はジョーカーです。名前も出身地はおろか、指紋や歯の記憶、DNA の情報すら一切不明な彼は、ゴッサムシティに現れた絶対悪。2008年、クリストファー・ノーラン監督のダークナイトで、ヒース・レジャーが演じたジョーカーはまさに衝撃そのものでした。ある日突然現れた彼は、初めて登場した時から銀行を襲って、一般人に手榴弾を握らせ、銃で人を撃ちながら始めます。これを皮切りに、絶え間なく残忍な行動を繰り返します。しかも、ここには何の理由もない。人をあまりにも簡単に殺し、さらには可逆を楽しみ、他の人の痛みなんか眼中にもない彼。危険なテロも直接仕掛け、自分の安全も気にしない真の悪魔。幼い頃に虐待を受けて、口元の傷もその時の残酷な結果だと言いますが、後で他人に説明するときは、この傷は自ら切り裂いてできた。って、どっち？まあ、つまり何が真実なのかわからないんです。さらに、怖いものもなし。どんな状況でも落ち着いています。マフィアたちに囲まれている時も、バットマンに向き合う時も、さらには警察に捕まっている時も、彼はいつでも堂々としています。殴られて、殴られて、殴られても特に痛がる様子もなし。痛いふりをしているように見えるだけなんですね。笑ってふざけて、彼に暴力は通じないようです。この当時、ヒース・レジャーはジョーカーに完全に没頭していたそうで、本来俳優たちのアドリブをなるべく抑えるクリストファー・ノーラン監督も、彼のアドリブだけはそのまま映画に使ったそうです。そのため、このシーンはノーラン監督の中で俳優のアドリブが使われた非常に珍しいケースです。それからこのジョーカーは、ほぼ全ての銃器類を扱うことができますが、この銃も使えるし、これも、これも、これって銃？とにかく全部完璧に扱えて、爆弾作りも、さらには毒までありえない。しかし彼の主な武器はナイフ。映画でもナイフを使うシーンが多く出てきます。さらにジャガイモピーラーまで。ちょっと本当にやばい。靴にもナイフを入れて歩きます。これはキングスマンでも見たことがありますが、本当に違いますね。華やかなビジュアルに残酷さ、そして数多くの武器と爆弾で隠れている部分ですが、彼の最も恐ろしいところは頭脳です。人間の心理を見抜いており、個人や群衆、彼らの心理と行動を手のひらに乗せて遊びながら脅迫して人を操り、必要な時は説得もします。もちろんこれらが通じない時には人質も効果的に利用します。だから彼の手にナイフや銃がなくても常に脅威になる可能性があり、だからこそ彼の存在だけで皆に恐怖を与えるんです。必要な時には警察や看護師にも変装できる、このコスプレ好きのサイコパスはお金にも興味がありません。彼はこの世界を嘲笑って侮って世の上に君臨し、世の中を踏み潰します。彼がどうしてこんなにまで狂ってしまったのかはわかりませんが、その理由がわからないからこそより恐怖に感じられる絶対悪、ヒース・レジャーのジョーカーでした。2008年まではスーパーヒーロー映画は子供向けだという認識が強かったので、ヒース・レジャーのジョーカーがもたらした衝撃は想像を絶するものでした。また前回のティム・バートンのジョーカーが好きだったファンたちからは、何？あのロックユーに出た女の子っぽいやつがジョーカーを？という感じで、当然ジャック・ニコルソンの足元にも及ばないと思っていましたが、彼らの多くは映画を見て驚いたそうです。この映画を撮った後、ヒース・レジャーが惜しくも亡くなってしまったので、彼のジョーカーは伝説として残るようになり、2009年、彼はジョーカーでアカデミー助演男優賞を受賞しました。この時は彼がすでに亡くなった後だったので、彼の遺族が身代わりに賞をもらいました。今はもはや大人気のジョーカーですが、このキャラクターが初めて実写化されるようになったのは、1966年から68年まで放映されたバットマンテレビシリーズでした。当時ジョーカーを演じた俳優はシーザー・ロメロ。このジョーカーは犯罪者になる前は催眠術師でした。このバットマンシリーズは今の暗くてシリアスなバットマンに比べて愉快な感じのギャグテイストだったため、シーザー・ロメロのジョーカーもコントを演じるお笑い芸人の姿に近いです。彼の特徴はうっすら見える口ひげ。その理由はただシーザー・ロメロが剃りたくなかったから。このシーンでジョーカーがかけている仮面はどこかで見た覚えがあるんですが、まさにダークナイトのヒースのジョーカーが最初に銀行を襲う時に使った仮面でした。シーザー・ロメロのジョーカーへのオマージュとなっています。ジョーカーが大きな注目を集めるようになったのは、ティム・バートン監督のバットマンです。当時、ジャック・ニコルソンの演じた芸人のような悪党のジョーカーは絶賛されました。犯罪とあまり関係のないような巨大な道具、テレビ出演に執着する彼の姿。このジョーカーにふさわしい表現は、かまってちゃんかな。
自己愛が格別で警察署を爆破するほどの大胆さもありますが、これも世間の注目を浴びるためです。しかしいつも自分よりバットマンの方が注目を浴びるので劣等感を感じ、競争心理で彼に勝とうとしているんです。ルックスを重視し美的感覚に優れた彼は抜群のファッションセンスも持っています。ジョーカーになる前の彼の名前はジャック・ネイピア。マフィアの汚い行いを後始末するマフィアの幹部。彼は大の女好きで、ボスの愛人を寝取ったのが原因でボスに罠にかけられてしまいます。その結果バットマンと戦うことになって、結局自分が撃った銃弾をバットマンに弾かれて顎に受け、よりによってそこにあった化学薬品のタンクに落ち、髪の毛は緑色に、肌は真っ白に漂白されてしまったのです。ちなみにこのジョーカーの特殊メイクには毎回10時間ぐらいかかったそうです。人の顔に化学薬品をかけて生きてる芸術作品を作ったと表現するほどのサイコパスで、お金で何万もの市民を誘惑した後そこに毒ガスをまくというテロまでも平気に起こすほどイカれてます。自分の部下の命も他の犠牲者のように軽く考えて平気で人を殺しますが、その時に使う道具がまた斬新です。例えば電気のブザー、紫のガス、ジョーカーヴェノム、指ライター、ペン、鼻から出る塩酸、アシッドフラワー、めちゃくちゃ長い銃、熱気球毒ガスなどなど、誰が考えたのかは置いといて、その想像力と独創性だけは非常にレベルが高いと思います。このようなジャックのジョーカーはヒースのジョーカーとは違って原作により近いジョーカーだという声もありますが、実際にヒースレジャーがジョーカーの演技についてジャック・ニコルソンに助言を求めたこともあるそうです。もともとマフィアの幹部だったのでリーダーシップとカリスマを持っていて、メディアと大衆心理に対する理解度が高いです。こういうところはヒースのジョーカーにオマージュされたと思います。ただ殴られてもあまり痛がらなかったヒースのジョーカーとは違って可愛い面も持ってます。笑っているような泣いているような奇怪な声を出すこの男、映画の中での彼の笑い声は絶えないのに、映画を見ている人は誰も笑うことができません。2019年のトッド・フィリップス監督の映画ジョーカーです。全部で6人あるいは7人の被害者、容疑者はピエロのメイクをした男、これが今回のジョーカーの犯行です。他のジョーカーたちに比べて今回の犯罪は犯罪とも言えないくらいです。まあこれまでのジョーカーを期待していたら多少はがっかりするかもしれませんが、この映画ではジョーカーの誕生背景を見せてくれます。背景はゴッサムシティ、政府の無能力と無関心によりこの都市はゴミでいっぱいです。ただの些細な楽しみのために、あるいは自分の怒りを出すために自分より弱い人に暴力を振るうこの世界、そこでジョーカーは覚醒します。ジョーカーの本当の名前はアーサー、イベント会社の派遣ピエロです。仕事もろくにできず、しかも不当に解雇されてしまいます。もうどうすればいいかわからない状況、経済的に非常に貧しく、誰一人彼のことを尊重してくれません。年老いた母を養いながらとても弱くて痩せていて、笑ってはいけない状況でも発作的に笑い出してしまう病気を持っています。その理由は子供の頃の虐待なのですが、どんな時も笑顔でという母の言葉を胸にして、幸せな人でなければならないという脅迫観念が彼の無意識に植え付けられていました。彼は実はユーモアというものを知りません。しかし幼い頃植え付けられた脅迫観念により、自分は人を楽しませてあげねばならないと信じています。そしてスタンドアップコメディにも挑戦しますが、そんな彼を嘲笑う世間に彼の夢は粉々になります。僕もこんな笑顔の概念を注入されながら生きてきたようですが、とにかくこんな不条理な社会で脆弱な精神と体で何とか持ちこたえようとしますが、その限界に差し掛かろうとした時、内面にあった怒りとともに彼はジョーカーに生まれ変わります。不幸な人生の中で生き残るために変わっていくんです。ヒースレジャーの親友だったホアキン・フェニックスはこの映画でおぞましい演技を見せてくれますが、脊髄や背中でも演技をし、結局この映画でアカデミーとゴールデングローブ主演男優賞まで受賞することになります。ホアキンのジョーカーは私たちが生きている現実を描いたため模倣犯罪が起こりうるという心配の声があったのですが、実際には映画の中でデモ隊が使っていたピエロの仮面やジョーカーの紛争がも
はや革命と抵抗のアイコンになりつつある姿が香港、チリ、レバノンなどで撮られ、もともとジョーカーが悪党であることを考えるとかなり皮肉な状況ですね。このようにホアキンのジョーカーはその存在感を確実に見せました。政府の無能さと人々の無関心がこの街をゴミ捨て場にしたように、社会的弱者に過ぎなかった人をジョーカーに育てます。映画の中の社会が現実の社会とあまり変わらないので、ホアキンのジョーカーはより怖く感じられます。かなりの人に忘れられているジョーカーがいます。そう、スーサイドスクワットのジャレッド・レト版のジョーカーです。ほとんどカットされ、映画には少しだけしか出ていませんが、彼も狂った存在感を持ったジョーカーです。他のジョーカーたちとは違って、スーパーカーやゴールドネックレスなどものすごい金持ちです。アーカム精神病院の患者だったジョーカーは、自分の担当医だったハーリーン・クインゼル博士を魅了し、ハーレイ・クイーンを作り出します。彼の部屋に整然と置かれている多くのナイフから推測すると、かなり深刻な強迫性障害を持っていると思われ、また全く予想できない彼の行動でジョーカーの狂気がよく表現されましたが、ハーレイ・クイーンとのラブロマンスがほぼ全てだった映画設定で、ジョーカーというキャラクターが与える緊張感を和らげたという意見も多くありました。よりによってヒース・レジャーとホアキン・フェニックスの間に挟まってしまった形になったのですが、映画ダラス・バイヤーズ・クラブで演じたトランスジェンダー役でアカデミー助演男優賞を受賞したジャレッド・レトは、今回の映画撮影においてもジョーカー役に没頭するために同僚俳優たちに生きているネズミ、豚の死体、銃弾、成人雑誌、使用済みのゴムなどを宅配便で送ったりもして、他の俳優たちは彼に引いたそうです。このような悪評の中でも、彼は歴代ジョーカーたちの中でも最もセクシーなジョーカーとして挙げられ、多くの女性ファンたちの支持を受けたりもしました。ちなみにジャレッド・レトよりホアキン・フェニックスの方が年下です。ジョーカーってやっぱり恐ろしい。ここまで映画に出てきたジョーカーたちを比較してみました。整理してみると、シーザー・ロメロのジョーカーはコメディ俳優、ジャック・ニコルソンのジョーカーはかまってちゃん、ヒース・レジャーのジョーカーはサイコパス絶対悪、ジャレット・レトのジョーカーは歪んだロマンティスト、ホアキン・フェニックスのジョーカーは現代社会の食物連鎖の最下層、こんな感じでしょうか。この中で皆さんが思う最高のジョーカーは誰ですか？コメントで教えてください。では次の動画でお会いしましょう。私の絵友達になってもらえませんか？今見ている動画のすぐ下にあるチャンネル登録ボタンをギュッと押してください。そしてその横にあるベルの形の通知ボタンもギュッと押した後、設定を全てにしていただけたら嬉しいです。皆さん一人一人がこのチャンネルを続ける大きな力になりますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。